5分でわかる三浦一族チャンネル第16話真田与一義忠。江戸時代の歌舞伎で人気だった三浦一族のイケメン真田与一義忠を5分でざっくりお手製イラストも含めて解説したいと思います。解説は三浦の伊達男七篠権兵衛です。真田与一義忠、生誕1155年、岡崎義実の嫡男、平塚氏真田を領し真田を名乗る。1180年8月8日、父岡崎義実と共に源頼朝挙兵に参じ、八巻兼高館襲撃に加わった。8月23日、源頼朝300騎、平家方大場景親3000騎、石橋山で退陣した源頼朝は武勇優れる真田義実に源氏の功名を立てようと先陣を命じた。真田義実は討ち死にを覚悟し、57歳年老いた老と文蔵家康に母妻子の護持を頼もうとするが、一緒に討ち死にすると言い張り、真田義実もこれを許した。源頼朝は真田義実の装束が華美で目立つので着替えるように助言するが、真田義実は弓矢を取る身の晴れの場、戦場に過ぎることはありますまいと言うと、15機を率いて名乗りを上げた。大場景親以下73機が襲いかかった。この合戦は大雨の野戦となり乱戦となった。敵1機が組みかかってきた。真田義実はこれを組み伏せ首をかっ切るが、大将大場景親でなかったので首を他人に捨ててしまった。野戦の中副将又の景久と行き合った。両者格闘の末、真田義実が又の景久を組み伏せた。暗闇のためどちらが上か下か分からず、文蔵家康も又の老頭も手が出せない。大場方長尾信吾が駆けつけ、上が敵ぞ下が敵ぞと問うと、真田義実は上が景久、下が与一という。驚いた又の景久は、上が与一、下が景久、間違えるなと言った。戸惑う長尾慎吾は手探りで鎧を触り、上が真田義実と見当をつけた。真田義実は長尾慎吾を蹴り飛ばし、短刀で又の景久の首をかこうとするが、鞘ごと抜き刺さらなかった。先ほど首を切った血のりで鞘が抜けず、長尾新六貞影が背後から真田義実の首をかっ切り、真田与一義実討ち死に。文蔵家康は敵方稲毛重成に真田義実が撃たれたことを知らされた。稲毛重成は文蔵家康に逃げようと声をかけるが、文蔵家康は切り込んで8人を切り倒した後に討ち死にをする。源頼朝は平家を滅ぼし武家政権をほぼ確立させた。1190年1月20日、伊豆山権現参詣の帰りに、石橋山の真田与一義実文蔵家康の墓に立ち寄り涙を流したという。真田与一義実が戦死した地に真田霊社と文蔵堂が建てられている。真田義実が組み合っていた時、痰が絡んで助けを呼べなかったという言い伝えがあり、この神社は喉の痛み喘息に霊剣があるという。拙者このあと猿の奇襲を受けびっくりして転倒し負傷する。いいね、コメント、チャンネル登録の方をお願いします。